きチャンネル。こんにちは。こんにちは。またも球界を揺るがす革新的な企画スタートです。へー、はい、これ企画もうスタートしたって感じですか。はい、今日からやります。はい、まあ今年だけしかできないんですけど、はい、続けるもんじゃないんですけども、はい、またこの野球界を、うん、なんか揺さぶっていこうっていうね、はい、まあ、こんなことした人いないんでね、はい、今回のね、うん、企画はですね、はい、各12球団の育成力、うん、ドラフト編成能力を見つけていきます。へー、育成力、はい、各12球団のどのチームが育成力、はい、うん、もしくはドラフト編成力が秀でてるのかっていうのを、はい、分野ごとにどうなのかっていうのを検証していく、へー、企画です。なんか一回ドラフトとかではどの球団がドラフト上手なのかみたいな過去を遡ったりしましたけどね。そうそうそう、うん、もっと明確に、はい、タイトルホルダーたちでどれだけ育成能力、はい、ドラフト編成能力があるのかを見ていく、はい、おー面白そう。だ今日はね、はい、ホームラン王編です、はい、だこの企画はですね、うん、過去、うん、一番近年に近いタイトルホルダーたちを調べて、はい、どれだけその選手たちが取れてないのかとか、うん、どれだけ活躍してる選手を取れてるのかとか育成できるのかを各チーム見ていこうっていう、うんうんうん、はい、だからまずホームラン王、はい、だヤクルト、セリーグで言うとね、はい、ヤクルトはまあね2022年2023年もう2年連続村上ですよ、はい、だからまあ最短が今年去年ですね、うん、で巨人は2021年の岡本、これ村上と一緒だったんですよ、はい、うんうん、39本で、ああ並んだのか、はい、はい、で DeNA は2019年のソト、はい、で中日は2017年のゲレーロ、はい、で広島は2014年のエルドレッド、うん、で阪神はなんとホームラン王が1986年のバース以来出てないです。そんな前なんだ。35年ホームラン王は出てない、はい、出てない、うん、これはちょっと問題あるね。そうですね。でちなみにじゃあ日本人だとどうかと、はい、だからこれは外国人のね、やっぱり外国人打者持ってきたら、うん、それはホームラン王とか首位打者とか打点王とかそれタイトル取ってほしいですよね、はい、だからそこの編成能力もね、うん、問われるっていうね、はい、そのまあタイガースがね、はい、バースを永遠探すよね、うん、そうですね、バースの旅に出るよ。だって約35年ホームラン王出てないんです、うん、はい、でちなみに日本人でいうと2019年の外43本はね、はい、近年だけども、日本人でいうと筒香が2016年で44本、あ DeNA ですね、あ DeNA、うん、で広島はエルドレッドが2014年だけどもその前は2005年新井貴弘43本で、中日は、はい、ゲレーロが2017年35本でホームラン王だけども日本人でいうと1996年の山崎武さん39本以来出てない。ああ、あれ96年、はい、で、はい、阪神の日本人でいうと、うん、1984年の掛布さん37本以来出てないっていう、うわっていうことは、はい、日本人でいうとちょっとドラゴンズとタイガースは、うん、もう出てなさすぎるね。そうですね、うん、タイガースに関しては外国人入れてもなかなか結構前ですね。そう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 、うん、だから日本人でいうと2000年以降ホームラン王誰もいないからね、はい、ドラゴンズとタイガースは。そうですね、そこら辺育成が問題なのか、うん、編成が問題なのかわからないけども、はい、うん、まあ、そういったところを外国人でね、うん、まあ、補い入れてるからいいけどね中日は、はい、じゃあホームラン王がこうたくさん出てる球団ってどこなんでしょうね。でも何回も取るからね一緒の選手が、はい、まあそっか、だからヤクルトとか村上だけども、はい、11年から13年までバレンティンバレンティンバレンティン、あそっか、で15年山田哲人だ、近年2000年以降でいうとヤクルトめっちゃ多いですね。ヤクルトはでも2010年以降なのよ多いのは。でもその前で言うと2000年から言うと松井秀喜さんペタジーニ、松井秀喜さんタイロンウッズラミレス、タイロンウッズタフィーローズ、新井貴弘ウッズ、村田修一、村田修一ブランコ、ラミレスで3年間バレンティン、うん、エルドレッド、山田哲人、筒香、ゲレーロ、外岡本、村上だから、まあ外国人が強かったね。そうですね、うんうん、で99年ペタジーニ、98年松井秀喜、97年ホージ、96年山崎武さん、95年江藤さん、94年大鵬さんで、江藤さん、ハウエル、落合さんと行くからね、うん、だからちょっとやっぱりこのタイガースはやっぱり、ね、ホームラン王を育てていかなきゃいけないね、はい、あとドラゴンズね、はい、そうですね、まあ、球場が広いとはいえ、うん、でも、はい、
2000年以降いないからね、うん、日本人がね。だからそういったところが育ってないからもう一歩いけないっていうところも最近のね、そうですね、ところではあるからね、うん、でそれに伴って外国人でカバーしたいっていうところで外国人がカバーしきれないね、うん、ところが特にタイガース、はい、それはバース探すよね。じゃあ候補生は誰ですか。ホームラン大山や、大山、サトテルか、大山選手、うん、まあ、サトテルが一番いいけど浜風吹くからね、うん、もう大山とかがね、はい、行くしかないよね。で中日だといないね、今大砲でいないですね、日本、もう外国人に頼るしかないから。ちょっと日本人だって小粒で足速くやつばっかりだから、はい、大砲系取ってないからね、うん、だからそういった意味ではブライトとかウカイがね、うん、どこまで育つのかっていうところはあるけども、はい、ちょっと大砲系のような感じしないからね、ない、そうですね、中距離ヒッターの感じだから、うん、ちょっとこの2000年以降中日阪神はどちらが日本人選手でホームランを取れるか問題っていうのが起こる、うん、そうですね、うん、ここら辺はちょっと頑張っていかなきゃいけないね、はい、うん、で続いてパリーグ、はい、パリーグは西武2022年山川ホームラン王41本、はい、でオリックス2021年杉本が32本、うん、で楽天、2020年浅村が32本、はい、でソフトバンク2017年デスパイネが35本、うん、で日本ハム2016年39本でレアード、でロッテ1986年50本で落合さん、おい、どんだけいない、どんだけいないんだよ、ロッテいないですね。しかも外国人もいないんだよ、はい、これ大問題だね。ロッテはレアード選手とか取ってないのか、ホームラン王は取ってないんだ、取ってないんだ。でちなみに楽天は浅村は西武からの加入だから、うん、生え抜きで言うと、あ、レアード選手日本ハムで取ってるんだ。生え抜きで言うと、うん、楽天はホームラン王を取った選手はいないね、生え抜きだから。生え抜きいないわ、うん、だからそういったところでは、うん、楽天はやっぱホームラン王をここから自前で育てなきゃいけないね。そうなんですよね、大砲がなかなか育たないんですよね。まあでも歴史が浅いからね、はい、だから2005年からスタートだから、うん、まだ十数年なので、うん、そうそうそう、だからまあこっからだけどね、うん、ちょっとそこは育てないよね、うん、でもロッテが落合さんの、はい、もう40年弱いないんだよ、うん、ホームランを、はい、うん、外国人も、はい、大まあね、16年もいた俺が言うのもあれだけど、はい、大問題だね。大砲系の選手っていたんですか。だからまあ初芝さんとかになっちゃうんじゃない、日本人で言うと。あとは日本人で大砲、うん、おらんな、いないや。そういう選手がだからチームにいないわけですよね。いないか、取ってても育てれないか、だってことか、もしくは取ってない編成力かにもよるけどね、うん、最近だったら井上とかか、はい、あ、そうか、だか山口に期待したいな、うん、そうですね、うん、ホームランを育ってほしいですね、うん、もう山口しか期待できるやつおらんな、うん、またでも安田選手とかもこう打てるっていう。でもなんかホームラン捨てたとかわけわからんこと言ってるからね。そうか、うん、捨てたの、ホームラン捨てたんだったら打率今宮みたいに3割前後打てよって思うけど、はい、そうじゃないと捨ててる意味ないぞって思うけども、はい、これロッテは大問題ね、うん、外国人でも取ってないからね、はい、でちなみに日本人でいうとソフトバンクはデスバイネが2017年だけど、その前は2005年の松中さん、あ、46本、はい、で日本ハムはレアードは2016年39本だけど、その前は2006年小笠原さん32本、うん、だから2000年以降で取ってないのロッテだけだからね、うん、これはちょっと育成編成大問題だね、うん、でももうほぼほぼセーブですね、うん、だって山川とおかわり君だからね、うん、本当そうですね、だって22年から山川、杉本、浅村、山川、山川、デスパイネ、レアード、中村、メヒア、中村、アブレイユ、中村、中村、ティー岡田、中村、中村、山崎武さん、小笠原さん、松永さん、松永さん、セギノール、タフィーローズ、カブレラ、ローズ、中村のりさん、ローズ、ウィルソン、ウィルソン、ニール、国保さん、ブライアント、ブライアント、デスパイ、デストラーデ、デストラーデ、デストラーデ、ブライアント、カズドさん、秋山さん、落合さん、落合さん、もうそこまで遡ると、うん、だから中村の牙城がすごい、すごい、1、2、3、4、5、6回取ってるからね、うん、で山川が3回、3回、でも中村もね、うん、低反発球で27本下がったところもあるからね、はい、あとはね、この30、浅村が32本、杉本32本だからね、うん、あと95年、小久保さん28本だから、うん、チャンスがなかったわけじゃないよね。そうですね。でも日本人でロッテは誰もいない、うん、大問題、はい、そっか、うん、落合さん以来いないんだよ、うん、だからこのホームラン王っていう育成能力、編成能力でいうと、うん、やっぱロッテと中日、阪神は頑張らないといけないね、うん、はい、まあ、あと楽天もそうですよね、うん、ちなみに日本人でいうと
落合さん86年だけど掛布さん84年だから、ね、お落合さんより前だからそうですね、うんうん、でここら辺はやっぱこのホームランを育てるみたいなね、うん、やっていかないとちょっと歴史が、はい、昭和です。うん、平成スポッツ飛ばします、うん、でもやっぱ各球団絶対でもホームラン王とかこう大砲がいる選手がいる球団の方が強いじゃないですかホームランね。うーんだからまあ強いとは言い切れないけど DeNA とか横浜でも村田とか取っても最下位とかだったからね。まあそっか逆に言うと最下位の方がチームバッティングしないでホームランばっかり狙えるから打ちやすいとかねっていうのもあるから、うん、優勝してホームランを取ってるっていうのはすごい価値あるけども、はい、まあ打たないより打った方がいいけどチームの強さに比例するかどうかはちょっと分かんないっていう、うん、だからそういった意味では、うん、まあその特に3球団はちょっとホームランを育てていかないとね。そうですね。でも誰がどう育つか本当そう思うと分かんないですね、うん、あとはそのそういう見込みで取ってきてるのかどうかにもよるから ね、 そうそうねだからその編成力と育成力のこれどっちが問題か分かんないけどもどっちかが問われるっていうね、うんまあ、ホームランはこんな感じだね。はい。これはもうあの全項目いくからね。はい、全項目やるんですか、うん、で全項目やった上で、はい、どこが一番大問題なのかが出るから、ね、タイトルが少ないっていう、はい、ということで、はいね、ホームラン王はこんな感じでした、うん、はい。